僕にとってはやっぱりこの作品のコンセプトって言われるとあのアートは可能かとかそういう部分なんですよっていうのがこの,中この作品の中で古橋徹次自身があの自分がエイズであることとかをカ,ムカミングアウトっていうかなあの発表しつつ何て言うかな本当に彼、A、HIV ポジティブだったんですけどもそういうなんていうかリアリティと。 非現実が錯綜している舞台上に本当の現実を置きつつじゃあ自分たちがその表現したいアートっていうものの存続をかけ,かけてっていうかね何て言うかちょっとその自分が最も言いたいことが舞台上で表現できるのかもしできないならあのアートなんてなんか仕方がやってても仕方がないもん